こんにちは田中雅です私ですねフリーランスで構成作家リサーチャーライター翻訳家などをやってるんですけれどもこのチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか私が普段生活していて思ったことをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども本日取り上げたいトピックは テレビとネット SNS はそもそも役割が違うということを認識した方がいいんじゃないかということについて語らせていただければと思っております。まあちょっとこのチャンネルでも何度か話題にさせていただいてるんですけれども、兵庫県知事選であるとか、まあちょっと遡るとアメリカの大統領選もそうでしたし。 衆議院の選挙とかにもちょっと影響してるんですかね。あ都知事選ですね、衆議院の選挙よりも。えー、そこにかなり、えーまあ、SNS の結果っていうものがあの反映されているっていうような、えー、ことになってると思うんですけれども、まあ、あのテレビとか新聞、えー、俗に言うオールドメディアのが報じている、例えばアメリカ大統領選だったら。 ハリスさんとトランプさんが接戦であると、どっちが勝つかわからないというような状況で選挙当日を迎え、結果、蓋を開けてみればトランプさんの圧勝だった。で、都知事選を振り返ってみると、小池百合子さん、蓮舫さんの一騎打ちじゃないかというところに、第三候補者の、第三候補者、石丸真嗣さんという方がいらっしゃって、で、まあ、石丸真嗣さんは、まあ、あの、最初はそこまであのテレビも、 全然注目してはいなかったんですけれども、蓋を開けてみると、やはりその蓮舫さんよりも石丸さんの方が得票数が多かったっていうことによって、石丸さんが2位って形になってましたよね。えなんで、あの、まあ、これもやっぱり SNS の力が多いんじゃないか、えー。アメリカの大統領選も、あの、ポッドキャストであるとか、日本ではそんな有名じゃないんですけれども、ポッドキャストで、あのまあ、そこのスターみたいなのがいらっしゃって、あの、現地だと、そういった方々がトランプさんの熱心な、 活動をね、トランプさんの活動を後押ししたみたいな結果になっているとっていうのが大きかったりとか、まあ、主に SNS 上の動きとかが今回の,その兵庫県知事選でも斎藤知事の再選にも大きな影響をもたらしているというのはあってで、まあ、その今回テレビがいろいろと、まあ、何度も動画にしているようにいろいろ言われちゃっているというか えー、新聞とかオールドメディアはなぜちゃんとした報道をしないんだとか、えー、言われているしなんかこう印象操作であるとかえーえー、なんだっけあの情報が遅いんじゃないかっていうような、えー、ことを言われてたりなんかまた一面的であるみたいな、えー、こともいろいろ批判されてまして、まあ、僕自身も、えー、テレビ業界主にテレビ業界で働いているので あの主にっていうとこじゃ大事なんですけれども、ぶっちゃけ。あのー、まあまあまあ、ここが割愛します。えっと、えー、主にテレビ業界にフリーランスで関わらせていただいて、まあ皆さんのご意見は、えー、たくさん読ませていただいて、えー、すごい重注重く受け止めているところもあれば、うん、ちょっとこれは賛同しかねるなっていう部分もあったりはしますが、どれも貴重なご意見なんで、えー、ありがたく受け止めさせていただいているんですけれども、ただちょっとあの、別にこれ、えー、皆さんに出して批判というわけでもないし、 あの別にあむ、むしろこの僕たちの、えー、業界自実に対する、えー、自己反省でもあるかもしん、につながってくるかもしれないし、僕はその、あの業界の人たちを批判するわけでもないんですけれども、まあ、 結果としてそういうふうな形になっちゃうのかもしれないんですが、まあ思ったことをつらつら語らせていただくって形になってくると。あのまあテレビとネットってそもそも、えー、まあ冒頭で申し上げたように、あの種類が違うよなって思うんですよね。なんか今今回テレビの敗北とか、ネットの勝利とか SN、SNS の勝利、報道、えー、オードメディアの負けみたいな論調があるんですけれども、いや、 勝ち負け、そもそも戦ってない気がするんですよ。何を戦ってたんだって思うんですよね。戦ってるとしたら。なんか、えー、キャスターさんとかの前の動画で言ったように、なんかこう、おつや状態であるとか、なんかそういう批判もあったりとか、あのー、敗北ですみたいなことを言ったりしてたらしいんですけれども、僕はちょっと直接見たわけじゃないんで、わかりませんが、あのー、いや、戦ってないですよね。うん。だって種類が違うから。 だって戦うってあれじゃないですか。例えばリバプールと、リ,リバプールとマンチェスターシティとか、なんか例えば同じリーグに所属する、プレミアリーグに所属する、同じサッカーという競技をやっている、同じリーグに所属する、えー、ライバルチームが、えー、戦うっていうのを初めてその戦って勝ち負けっていうじゃないですか。チャンピオンズリーグでもそうですよ。あの侍ジャパンとかでもそうです野球とかでもそうです。同じ競技じゃないですか。競技違うと思うんですよね。テレビと SNS って。あの、テレビは、あの、そもそも、 この双方向のメディアじゃないんで基本的にはあのー、こっち、えー、視聴者側はあえて僕が視聴者側の立場でいくと受け取り手なんですよもう,もう何も意見を言うことはできないんですよその放送されてる物事に対して、えー、皆さんもそうだと思うんですけれどもで受け取るしかないんですよでも SNS は一方その情報の発信者側もいて で受けても発信できるじゃないですか全員が発信者じゃないですか言ってしまえばなので双方向なんですねまずここが大きな違いまあそうで競,競技が違うっていうことです種類が違うっていうことなんですよもうテレビと新聞ラジオはもう、えー、こう発信だけのメディアでやって SNS はこの、えー、双方向のメディアだからもしあの勝ち負けつけるんだったら あのテレビ対新聞とかテレビ対ラジオであるとかテレビ対映画であるとか、えー、かつてそういう戦いだった,あった,あったんですよ実際にあとは SNS だったら Instagram 対 X とかなんかそういったところでなんかこう勝ち負けって出るんじゃないかなと思ってもし勝ち負けつけるんだとしたらだからなんかなんでテレビとネットが <laughs> なんか争ってることになるのかなって僕自身はちょっとふと、えー 中にいてて思ってことでやっぱりあの前の動画でも話したんですけれどもやっぱりその中にいる人たちは結構みんな仲良しなんで本当にフリーランスは YouTube のコンテンツにも関わってるし SNS もやるしえ一方でテレビもやるしえまあそれは局員さんもそうだと思いますし制作会社の社員制作会社の方々は今テレビからテレビよりもどんどんネットコンテンツに軸足移してる会社も多いし多いんでまあそこら辺は 全然種類が違うものとして受け止めているっていうような形なんですよね。えー、なんでやっぱりそのあともう一つちょっと違う部分っていうと SNS はやっぱり、まあ、即時性に関しては、えー、テレビってもう、えーまあ、あえてこう勝ち負けになっちゃうのかもしれないですけども SNS にはかなわない部分って絶対あるなと思います。あ,のー、あと情報の多様さですよね。ここもその SNS にはかなわないっていう部分はありますよね。 SNS ってまあ集合値みたいなものなんで、もちろんその特定のフォロワーが多い方がえ情報操作みたいなことはできるとは思うんですけれども、対立軸って必ずいるし、他にも我々無数の,このまあアカウントたちが、いや、これはこう思うとか、いや、現場ではこんな意見もありますよみたいな、いろいろ意見を得るじゃないですか。例えばなんか災害が起きた時もここで火の手が上がってますとか、 えー、ここの地震の亀裂が激しいですとかそういったのもバーっと拡散されたりとか、えー、すぐ個人的な情報が拡散されたりとか、えー、この避難所で物資が不足していますとか、えー、あるじゃないですか。 えー、そういったのを拡散できたりするってのも SNS の良いところなんでその即時性っていう部分あの例えば事件が起きたとしてもこの事件の続報でこれが起きたとかこの事故の続報でこれが起きたとかっていうのはもう SNS の先 SN 倍特許になってきてる部分はあると思うからやっぱりテレビはどうしてもいっ、まあ、一旦置かないといけないんですよその、まあ、ちょっとここでまた荒れ,れるかもしれないですけどもあの 根拠っていうものをまず、えー、裏を取りに行かないといけないから、まあ、裏を取ってみて別に取れないまでもなるべく根拠の濃淡、えー、が裏に濃淡があるから裏っていう言い方するというまあまあソースですよね出点に濃淡があるからその濃淡の中の濃の部分を出すっていう形になるから。 ですから今回の、えー、パワー報道に関しても文章っていう形が出てきてしまったので、あのまあ、今年裏で言われている、他で言われている、あの、政策のことであるとか、政、え、策、ー、のことであるとか、お人柄であるとか、えー、そういった部分とかっていうのは、やっぱりその裏を取りづらい部分もあるし、それを取るにしてもすごい時間がかかるし、調べたりするのにも。えー、なので、やっぱりその能の部分が先に出てきてしまった、えー、文章の方を取り上げるっていう形になってると思うんですね。で、やっぱりその、ただその SNS の方は、 もうそれが出たらすぐに更新されていくじゃないですか。あの、えー、実はこうだったとか、えー、実はああだったとか、えーまあえー、どんな物事に関してもそうなんですけれども。なので、やっぱりそのテレビは、あのー、すぐにそういった情報を出すことができないから、裏を取ったりとかしなきゃいけないし、そもそも、えーえー、発信メインのメディアですし、なので、その、即時性の部分において、その、 まあ、テレビっていうものはあんまりちょっと SNS に対抗しようと思わない方がいいなって僕自身は、えー、思いますよね、えー。これはちょっと報道を見ててもそう思うんですけれども。なんか、えー、無理にそこに追いつこうとしてるところは、えー、正直否めないかなっていう部分があるんでなんかそこはもう SNS に、まあ、いい意味で明け渡してしまって、あのー、テレビとしてはこう、まあ、情報を出しますけれども えーまあ、テレビの良いところって関係者に取材に行ったりであるとかその関係者をゃどう選んでるかどうか分かりませんが関係者に取材に行ったりとか、あのー、全国にバーって大きく流せるところであったりとかあと、まあ、いろんな方々が指揮者の方が、えー、コメントしたりであるとか その中には、その、えー、いや、こうもう、私はこうもう,う、私はそう思わないって人もいたりとか、視聴者目線に立ってるコメンテーサーさんとかもいたりであるとか、えー、なんかそういった形で代弁する役もいたりであるとか、反対役もいたりであるとか、えー、こう賛同する役もいたりであるとか、えー、まあ、えー、それが時に一方的になるっていうことは重々承知してるんですけれども、えー、そういうような、この、えー、こう、えーや、やっていけるっていうのは大規模でやっていけたりとか、 しっかりした形でなるべく情報を出そうとする心がけがあるっていうところがそのテレビの良さ全国に波及できるってことがまずテレビの良さだと思うんであの全国に伝えられるっていうのがテレビの良さだと思うんで情報操作してるとかしてないとかそういう話じゃなくってあのまあそこに関してはまずやりますと。 で、SNS に関しては、まあ、あとは SNS とかを見、SNS とかご自身で、えー、いろんなニュースとか見て判断してくださいねっていうような、えー、形でいいと思うんですよ。もう、あの、情報スピードに関しては SNS の方が上だと思うし、ネットの方が上だと思うので。なんかそこを、あのー、まあ、え、ユーザーさんとかも、えー、制作者側も、あの、あまりごっちゃにしない方が、えー、いいんじゃないかなって、えー、僕自身は、えー、思っていますよね。なんで、その、 なえー、必ずしもテレビや新聞が間違うことだって、えー、かあるんで間、間違った情報を出すことだって絶,絶対あるし、それはもう、あのー、大手メディア側がその正しいことをいつも言っているってわけでは、えー、ないとは思うんですけれども、 あのやっぱり裏を取ろうとしてなるべくその、えー、正確性に、えー、を担保するような、えー、情報を出そうとしているっていうところがあるから、えー、情報が遅くって、えー、それによってその本当の情報が出てきている時に本当の情報って言っていいのかどうかわからないですけどもあの別の、えー、視点の情報が出ている時にテレビはまだこっちの情報を出しているっていうような。 えー、そこのギャップもあると思うんですよね、今回、そのなんか、えー、負けたであるとか、オールドメディア、何やってんだとかみたいな、えー、そういう部分があるって時に、やっぱりそこで、スピードっていう部分も、えー、かなり重要だし、えー、かなり重要な、えー、今回のギャップになってしまったんじゃないかなと、えー、冷静に考えたら、えー、思って、冷静にというか、あのー、考えたら思っているところでは、えー、ありますね。 っていうのが、えー、内部からの、えー、視点なのであの、内部に近い人間からの <laughs> 視点なので、まあちょっと機会があれば、えーまあ、中立とは何かっていうところに関しても、えー、お話しできればなと思ってはおります。機会があればですけれども。えー、皆さん、えー、ご覧いただきましてありがとうございました。 もしこの動画が参考になった良いと思った方は高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。